ミトホーリーホックは日本の茨城県水戸市、日立中市、笠間市、中市、おみ玉市、茨城町、白里町、大洗町、東海村をホームタウンとする日本プロサッカーリーグに加盟するプロサッカークラブ。1994年に FC ミトとして創立2000年より J リーグへ加盟している。クラブ名のホーリーホックは英語で青いを意味し、 水戸藩の家紋の葵から取られた。ホームスタジアムは、ケーズ電気スタジアム水戸。クラブエンブレムは、水戸徳川家の家紋三葉葵の外周を、水戸公門こと二代目水戸藩主、徳川三国の地、支流に由来する龍が囲む円形。2014年には、クラブ講演会、葵流会の会長に、水戸徳川や第15代当主の徳川人姿勢を迎えている。 マスコットキャラクターは、竜が、モチーフの、ホーリー君。2002年に公募により、デザインと名前が制定された。背番号310。ホームタウンは創立当初から、水戸市のみだったが、2017年11月に、水戸市周辺に位置する日立中市、笠間市、中市、尾美玉市の4市と東茨城郡、中郡の4町村を追加した。 水戸市で1994年に創設されたフットボールクラブ水戸を起源とする。茨城県リーグ4部に参戦し、1996年には2部で準優勝を果たしている。1997年に土浦市に本拠地を置いていたプリマハム土浦工場の実業団チームプリマハムフットボールクラブ土浦と合併して株式会社フットボールクラブ ミトホーリーホックが設立され、現在の体制が固まった。当時関東サッカーリーグ所属だったプリマハム FC 土浦は1996年の第20回全国地域サッカーリーグ決勝大会で準優勝し、翌年からのジャパンフットボールリーグへの昇格が内定していたが、プリマハムがサッカー部への支援を打ち切り、敗部が決まったことを受け、FC ミトと合併した。なお、 ミトホーリーホックや J リーグの公式ホームページでは1994年をクラブの創設年と記載しており、プリマハム FC 土浦は冒険扱いとなっているが、プリマハム FC 土浦の持っていた QJFL の参加資格を承継するために、形式的に FC ミトが吸収された形を取った。プリマハム FC 土浦は全国社会人サッカー選手権大会優勝。 関東サッカーリーグ優勝という成績を残している。1997年ミトホーリーホックとして、初の公式戦は1997年4月20日、9JFL 開幕戦の札幌戦で、0から2で敗戦。ここから14連敗し、初勝利は7月19日、第15節の川崎戦となった。なお、J リーグ準会員だった川崎は、このシーズンの最終成績で、 勝ち点1をばずに J リーグ昇格を逃している。ミトは後半戦に三勝を挙げたが、16チームのリーグ戦で最下位に沈んだ。しかし、札幌の J リーグ昇格と福島 FC の消滅により、地域リーグ決勝大会2チームとの入れ替え戦は行われず、ミトは残留を決めた。1998年監督に三浦俊也を迎え、巻き返しを図ったが、 年間予算が1億円強と言われ、プロ契約選手でもガソリンスタンドや水産加工所でのアルバイトをしないと生活できない状況では、成績の劇的な向上は難しく、再開脱出が精一杯だった。この年、翌1999年からスタートする J リーグディビジョン2への加盟を申請するも、経営基盤の不安定さ、スタジアム回収に対する地元自治体の動きの、 二部差から加盟は見送られ、日本フットボールリーグ参加となった。監督が二宮博士に交代したが、旧チームによる3回戦争当たり制のリーグ戦で苦戦し、第1ステージでは6位に終わった。しかし、南三本などの活躍により、第2ステージではこの年に優勝した横浜 FC にこそ敗れたものの7勝1敗の首位となり、通算では3位でシーズンを終えた。 J リーグへの昇格条件は JFL で2位以内だったが優勝が特例参加による巡回演資格の横浜 FC だったため JFL 正会員の中では2位という点が考慮され翌2000年からの J リーグ加盟が認められた2000年チーム初の外国人監督としてセルビア人のバビチブランコを招いた J に昇格後の初公式戦を3月11日の浦和戦で迎え レから二レー破れた。資金、戦力の欠乏を理由に、専門誌などでは先行きを危ぶまれたが、第二節の大多い多戦で J 8勝利を挙げると、全試合出場を果たした GK、本間孝治を中心とした、粘り強い守備や、シーズン途中加入で36歳の高齢ながら、元ブラジル代表の技を披露した FW ジョンパウロなどの活躍により、昇格者年度の最終順位は9位。 しかも6位のトスまでは勝ち点5差という前線を見せた。2001年シーズン前に新潟から木沢正則、川崎から池田新行などベテラン勢を獲得するもシーズン前半は一勝しか挙げられなかった。その後補強した韓国人選手の活躍やメインスタジアムの笠松運動公園陸上競技場のグランドオープン効果などがあり、最終的には再開を脱出し、 11位で終了した。監督は、川崎で指揮を取っていた小林博士を招いたが、7月には、ゼネラルマネージャーへ転身し、コーチの菅野将校が監督に昇格して、後を継いだ。シーズン後、経営難からチーム存続問題が浮上し、FC ミッド代表としてのプリマハム FC 誘致から、クラブ経営を続けた石山徹が社長を辞任し、 小林が石山の所有株と社長職を引き継いでチームの J リーグ加盟が暫定承認されることになった。なお、この年のチーム特典王は東海大から加入して2年目の須藤大輔で翌年に湘南へと移籍したがその際の移籍金は苦しい水戸の財政を少なからず助けたとも言われている。2002年菅野体制2年目小林新社長が 経営安定化とチーム成績向上を迫られた1年となった。菅野体制2年目のチームでは FW、小野隆志が14得点を挙げ、守備でもシーズン失点数はリーグ再開ながら前年比20点減の73失点に抑えて最終順位は前年より一つ上がり10位となった。一方、 J2 リーグ戦1試合の平均観客数は前年の1559人から2739人に増え2002年 W 杯のために来日していたコスタリカ代表との国際新善試合も実現した。これらの実績によりミトは J リーグから加盟継続が正式に承認された。しかし増えたとは言ってもミトの観客動員数は j に最低で平均の 約4割にとどまっていたため、さらなる努力が求められた。2003年クラブの存続問題が一息ついた。この年、1980年代に日本代表の首相として活躍した前田秀樹を監督に迎え、守備重視からのカウンター戦術をベースにしたチーム強化に乗り出した。この年は同年シーズンに J ー降格していた広島からレンタル遺跡で、 獲得した DF トゥーリオが活躍。センターバックとしてミトの守備を固めるとともに、気を見てどんどん攻め上がり攻撃に厚みを加え、DF でありながらチーム内得点王となる10ゴールを記録した。トゥーリオは10月に日本への帰化が認められ、登録名を現在の田中マルクストゥーリオに変更した。これらの活躍もあって、ミトは4回先制の J2 で開幕ダッシュに成功し、 一時は、首位、11節終了時の第一クールでも2位という、高成績を上げた。その後は徐々に順位を下げたが、最終順位でもチーム史上最高の7位にまで、躍進した。10月からは、過去の経営危機への反省から、運営資金を広く集め、地域社会での認知度を高めるために、ミトホーリーホック支援持ち株会が、拠出金募集を開始した。2004年、 前田大成2年目。前年代活躍したトゥーリオのレンタル遺跡が延長されず、浦和へ完全遺跡し、それまで長らくチームを支えた FW の尾の、北側ディフェンスラインを支えた富田大輔が遺跡した。一方、川崎から小林康武を、大宮から磯山和志など、地元茨城出身の選手を獲得した。開幕戦の湘南戦で9155人の、 監修を集めた。またこの年の平均観客動員数3773人は2012年に塗り替えられるまでの最高記録であった。しかし前年と比較して主力が多数入れ替わった影響か、なかなか勝ち星が奪えず、ホームでは5月5日の大宮戦から10月16日の甲府戦まで13戦勝利なしという事態が続いた。 この間7月24日の川崎戦では、アウェー戦会場の轟き陸上競技場に集まった、ミ戸サポーター有志による第1回農業館祭りが開催され、他チームのサポーターの間でも反響を呼んだ。結局チームは年間6勝しかできなかったが、44試合中19試合の引き分けで積み上げた勝ち点が効いて、2年連続1桁順位の9位となった。 また天皇杯4回戦で、鹿島との茨城ダービーが公式戦で初めて実現した。偶然にも茨城県民の日である11月13日の対戦になった。2005年、前田大成3年目。この年は開幕前に2つの変化があった。この年から1月のチーム指導後の一時キャンプを福島県いわき市のスパリゾートハワイアンズで行い、同所で、 キャンプ最終日にファンクラブ会員イベントを行うようになった。2月には茨城サッカーフェスティバルとして鹿島とのプレシーズンマッチが行われ、以後年1回の頻度で定例化した。鹿島は、水戸市内でも公式ショップや、小学生、幼稚園児向けのサッカースクールなどを開設しているため、後発の水戸とは競合関係にもあったが、この試合は、両者の関係改善を示した。また、 この年に JFL から草津が昇格し、ミトは草津との対戦を北関東ダービーと称して共同参加キャンペーンを実施した。10月には、立市出身のシンガーソングライター、エコによる公式応援歌、走れ、ホーリーホックが発売された。一方、チームは強化策として前年の決定力不足解消のため、 パラグアイ人 FW のデルリスを獲得し、彼にボールを集中させるため基本システムを、それまでの4から4から2から4から5から1へと変更した。序盤は連敗をしたものの、システム変更策は功を奏し、デルリスは前半戦のみで、チームトップの8得点を決めた。しかし、その得点力に注目した札幌が、レンタル元のチームに好条件を出したため、デルリスが、 シーズン中盤に移籍したが、シーズン後半は、DF 陣の相次ぐ攻撃参加や、若手のファビオの加入などで2年ぶりの2桁勝利となった。2006年、前田大成4年目。2月、チームの応援を盛り上げるための女子チアリーディングチーム、ミトホーリー S を発足。4月2日からは、JR ミト駅ビル、エクセルの屋上に新規設置された。 人工芝のミニサッカー場、フートパーク、ミトの運営を受け負うことになった。チームは5月6日の第14節の札幌戦でレンタル遺跡で加入したブラジル人 FW アンデルソンがハットトリックを達成。これはミトの選手が J2 リーグ273試合目で記録した初のハットトリックだった。第15節の東京 V 戦ではクラブ史上初めて 国立霞ヶ丘競技場陸上競技場で試合を行い、アンデルソンの2試合連続ゴールで1から0と勝利した。6月2日の横浜 FC 戦では、横浜 FC の連続無失点記録を770分で止めたり、6月24日の柏戦では、後半ロスタイムで土壇場の同点に追いつき引き分けに持ち込むなど、J2 上位クラブを大いに苦しめた。 8月13日には中川河川敷の水戸市市内に3面整備された水府町グラウンドが開場し、クラブの悲願だった専用練習場ホーリーピッチとして水戸に利用権が与えられた。シーズン後半から前田監督は将来の上位進出に備えるため、 カウンター重視の守備的戦術からボールを保持し、ショートパスの連続から能動的にゴールへ迫る攻撃的な戦術への転換を開始した。これは、サッカーの質を上げるために必要な措置と評価された、反面、対戦相手の監督から、あまりにも、消極的と、非難されても守り続けるのをやめたことで、逆に、内容は良いが勝てないという試合が増えた。その結果、 勝ち点は伸び悩み、昨年と同じ10位でのシーズン終了となった。1試合平均観客数も3017人まで落ち込んだ。2007年、前田大成5年目。前年17得点のアンデルソンがトスへ移籍し、さらにキャプテンに吉本学士が故障で離脱。その結果チームは出遅れ、シーズン初勝利は第13節の東京 V 戦となり、2勝目も、 第21節の山形戦となるなど、前半戦終了時点でわずか3勝にとどまった。観客動員もさらに落ち込み、第11節の湘南戦は3桁台の958人となったほか、前半戦、主催12試合中6試合で、観客数が2000人以下となった。チームの勝敗のみならず、低予算でのクラブ経営。 少人数体制での顧客サービスの低下、クラブスタッフの相次ぐ退職などからサポーターへのアプローチやスポンサーへの営業力が低下し、クラブ経営を問われる声が上がった。この状況に対し、クラブ株主の過半数から小林の経営責任を問う声が上がり4月23日付で宮田雄二が社長に就任した。チームは 9JFL 以来十年ぶりのリーグ戦再開を、 回避するため、J リーグで9シーズン目となるベテランのブラジル人、m f ビジを獲得するなど、チーム戦力の再整備を行った。シーズン後半は昨年後半から続けてきたアクションサッカーの戦術が浸透してきたことにより、前半より、失点数が減った。最終成績は12位で8勝しか上げられなかったが、そのうちの3勝は、東京 V、札幌、新大阪など、 J2 に上位クラブから挙げた。1月には、MF、小倉翔平が、U、U-22 日本選抜に選ばれ、ついで6月6日の北京オリンピックアジア2次、予選マレーシア戦に出場した。小倉は、修徳高校から2004年に入団、1年目から、トップチームで出場し、他のプロチームを経由せずに、見取入りした、ハエ抜き選手では最も高い年代の、 世代別代表入りとなった。しかし、挙手が噂されていた前田は2007年シーズン、限りで監督を退任。さらに、キャプテン吉本が横浜 FC へ、小倉は横浜 FM にそれぞれ移籍した。なお、シーズン3勝目となった6月17日の第22節、愛媛戦が行われた三戸市立競技場は、この試合を最後に大規模な改装工事に入った。また、 チーム通算310得点を当時キャプテンだった吉本学士が PK で決めている。2008年未到 B の小山孝之が監督に就任。補強は他の J クラブ出身選手の目立った獲得はせず、大学サッカーでそれなりの実績を上げた選手の獲得に重点を置いた。また、浦和から赤星高文東京 V から鶴馬北武虎を、 レンタルで獲得した。開幕から5試合は、ここ2年間の J1 在籍経験チームとの対戦となった。結果として5節終了時点で1勝2敗2分と、検討するが、3月31日に、社長の宮田雄二が、前年8月のクラブスタッフとの親睦会での飲酒運転が発覚し辞任。さらに、4月には、取締役強化部長の鬼塚忠久が前述の、 宮田辞任に関連して退任、またミトホーリーホック初代社長であり、チームの J リーグ参戦に貢献した竹村徹が死去した。そんな中、5月に韓国五輪代表候補である大柱空が加入、5月末、7月に3連勝するなど、チーム成績は上昇気運に乗り、このシーズン加入した新田智之が新人ながら多くの得点を挙げ、 遠藤隆ウ・もカうユーモユー -19 日本代表に選ばれた。また、9月7日に、ククイングにて行われた、熊本戦において、J リーグ昇格後100勝目となる勝利を挙げた。さらに、2008年9月28日の仙台戦では、新たの2ゴールなどで、仙台から初勝利を挙げたが、リーグ終盤は、ロングボール主体の戦いになってしまうなど、ゲーム内容が悪くなり、失速。 15チーム中11位でシーズンを終えた。勝ち点も目標としていた50にはあとわずか届かなかった。マスコットであるホーリー君の入院を及び手術をするための費用として11月下旬から12月上旬にかけてサポーター有志からの募金とホーム最終戦で行われたチャリティーオークションで100万円以上の入院、手術費用が集まった。 ホーリー君の着ぐるみは2008年シーズン開始当初から頭が割れたり尻尾がちぎれそうになったりしており、怪我した部分を包帯で巻き、なんとか試合会場やイベント会場に来ていた。また、試合やイベント会場でも痛々しい姿を指摘する子供たちの声もあった。着ぐるみの対応年数は約2年と言われており、J リーグの多くのチームは数体予備を用意しているが予備がなく、 チーム財政も厳しいため、今回の募金活動が行われた。2009年、小山大成2年目。首相の DF、平松博士が FC 東京へ移籍。チームの柱だった、MF 赤星が浦和へ復帰、また MF、パクチ保が鹿島へ移籍したが、浦和から FW 高崎博之、また FC 東京から森村光太、愛媛 FC から MF。 金安氏をそれぞれレンタルで獲得。また JFL の FC 琉球から、かつて名古屋で J1 でのプレイ経験がある MF、中島俊一を獲得した。さらに、2月18日には、チーム発足以来初めて、A 代表歴を持つ吉原幸太が加入した。開幕戦は負けたが、以降は勝ち続け、9年ぶりの4連勝を飾り、4月26日の岡山戦で、 新たともがチーム二人目のハットトリックを達成。5月に入ると新た、木空などの攻撃陣が相次いで負傷するなどし、その後に控えた上位相手に大量失点することが目立った。そのため5月20日には湘南から FW、山本公平が、その翌週には FC 東京から MF、下田公平が共に期限付きで加入した。 6月以降は再び調子を上げ、第2クールでは再び4連勝を記録。上位4チームに負けただけで順位も5位で折り返した。第24節 CE 大阪戦でチーム通算400ゴールが達成された。この時、誰が400ゴールを上げるかをファンサポーターから募集しており、当たった人の中から抽選で1名に400ゴールを上げた選手のサイン入り試合玉がもらえることに、 なっていた。しかし、当の400ゴールは、新大阪の DF、前田和也による、オーンゴールだったため、サインはこの試合に、スタメン出場した、選手全員のものが入ることになり、当選対象者も応募者全員の中から抽選で1名となった。7月8日の福岡戦で、FW、遠藤隆雄が、チーム3人目のハットトリックを達成し、 さらに8月30日の岡山戦で高崎博之がチーム4人目のハットトリックを達成した。昇格しか見えないというゲーフラが登場するほど好調だったが第3クールでは5試合連続完封負けを含む8連敗を記録して失速。第45節終了時点で J1 昇格の可能性は消滅した。11月3日にケーズ電キスタジアムミトが竣工。 第48節の11月8日の仙台戦で、お年と,となったが0から4で敗戦し、仙台の J リーグディビジョン1昇格を目前で決められ、KS スタ初戦を飾ることはできなかった。改修後の同スタジアムでは2戦目となる第49節の愛媛戦では、中村秀幸のゴールで1から0と勝利し、KS スタ初勝利を挙げたが、3試合目の 第51節湘南戦では2-0からの逆転負けを喫し、湘南にも目前で J1 昇格決定を許した。2009年の最終成績は21勝20敗10分の勝ち点73で18チーム中8位となった。J2 リーグ参加10年目で初めて勝ち越すとともに、前述の通り1シーズンで3人の FW がハットトリックを達成するなど、 総得点でも70点台に到達した。2010年、小山大成3年目。2年間でリーグ通算31得点を決めた、FW 新たが岩田へ完全移籍新たと共に得点を量産した、FW 高崎も浦和へ復帰。また、鈴木和弘、村松淳、金沢大将など、ミトで100試合以上出場した選手との契約が終了し、 対談となった。補強として、草津に、レンタル移籍していた、小池純喜を完全移籍で獲得。さらに、前年 K リーグでプレーしていた、MF 大橋正宏が9年ぶりに、水戸に復帰。また岐阜から、かつて大学、JFL で、得点王を経験した、FW、片山正人が完全移籍で、新大阪から FW、白谷岳を、レンタル移籍で、 それぞれ獲得。下田光平、森村公太のレンタル移籍期間も延長。さらに、新卒選手を7名獲得した。またこの年は、外国籍選手がいないクラブとなっている。開幕戦は勝利したもののその後5戦勝利なし。連勝は、第6節第7節の一度のみと最後まで成績は、上向かないまま16位に沈んだ。 総得点が19チーム中17位の29得点と、前年とは打って変わって得点力不足に苦しめられた。この年は、ミトの観客動員数を J リーグワーストから脱出させようという試みが数々行われ、中でも NHK の番組、金ちゃんのワースト脱出大作戦において通年に、わたってコラボ企画が催された。特に10月31日に行われた。 柏戦では、観客動員を、クラブ史上初の1万人突破を目標に、様々なイベントが企画され、最多記録となる1万181人が来場した。その結果、年間来場者数は19チーム中18位で、再開を脱出した。なおこの年をもって小山が監督を退任し、よくより、柱谷哲二を監督に迎えることになった。二千十一年、 柱谷大成に1年目、2010年大卒新人の藤川雄二と作田雄二が大分へ完全移籍した。他には大和田正史が栃木 SC へ完全移籍、下田光平と森村光太もレンタル期間の終了により退団。また、35試合に出場した大橋正宏などが契約終了により退団した。新加入選手で J リーグ経験者は、 栃木 SC から移籍した岡田裕樹と、草津から移籍した尾本隆と、岩田から順天堂大学へと進学し、J リーグ再挑戦となる岡本達也の3名のみであり、他は新卒選手9名が新たに加わった。また6月に和歌島などで活躍した元日本代表鈴木隆之の完全移籍加入があった。1月16日の新体制会見の席上において、 2010年にスポーツ振興投票対象試合安定開催、特別会計から3000万円を借り入れていたこと、その返済期日が2011年1月末に迫っているが返済が困難なことから公式試合安定開催基金の借り入れ申請を行ったことを発表した。しかしシーズン開幕直後の3月11日、東日本大震災によるみとも大きく被災。特に、 ホームスタジアムである KS スタはメインスタンドを中心に著しく損傷。周辺地域も被災していることや東京電力福島第一原子力発電所事故による放射能漏れの影響への懸念から一時活動を停止していたがその後練習を再開。スタジアムについては大体開催可能な競技場が他になかったため KS スタのメインスタンドを閉鎖し バックスタンドおよびゴール裏に観客席を限定して使用することとなった。その後工事が進み、10月16日の東京 V 線からメインスタンドの使用が再開された。この震災の影響で、スポンサーやテレビ放映収入などの激減が予想されることから、再建計画も見直しを迫られることとなった。やがてクラブを支援する動きは大きな広がりを見せた。 岐阜や北九州は、ミ戸をアウェイとして迎える直接対決で、震災復興支援賞体積を寄贈。それぞれにつきミ戸の応援に駆けつけるサポーターに対し500枚と300枚を用意して先着順に招待を行った。6月3日には前日の鈴木隆之の入団を発表。代表経験者が被災クラブの援助を理由に無報酬、契約を発表したことで大きく報じられた。 6月17日には、テイクギブニーズとの新規スポンサー契約により、空白となっていたユニフォームの背中、パンツに、スポンサーが入りで、一旦10位まで降格するも、第9節ホーム草津戦から4連勝して持ち直し、第12節終了の時点で7勝3分2敗の3位と、好調を維持していた。しかし、第13節ホーム東京部位戦から3連敗し、 同説から後半戦初戦の第22節アウェー、東京 V 戦まで10試合で2勝1分7敗と、不調に陥り、順位も12位まで下げる。後半戦も、第32節ホーム鳥取戦から3連勝した、ものの、それ以外シーズン終了まで連勝がなく、最終順位は22チーム中13位に止まった。ただし観客動員については1試合平均3973人と、 なり2004年の記録を更新した。9月28日、2013年度の J リーグクラブライセンス申請において J2 ライセンスの対象となり、2012年度のリーグ戦の成績が6位以内でも J1 への自動昇格もしくはプレイオフ参加の対象とならないことが J リーグから発表された。なお、クラブとしては J1 昇格の目標を早期に達成するために、 KS スタの J1 企画への改修、増築を行うま、J1 企画に適合し2009年までの本拠地であった笠松運動公園陸上競技場への一時的な復帰も視野に入れて、同競技場を管理する茨城県など関係自治体、各方面と競技をすることも示唆している。2013年、柱谷大成3年目、吉原幸太、小野弘信が引退。 岡本達也が鳥取へ、ロメロフランクが山形へ完全移籍。その他、市川大輔らが契約終了により退団。補強面では、富田大輔が10年ぶりに復帰、横浜 FC から南波広明、新潟から小暮育也を、レンタルで、神戸から近藤学徒を完全移籍で獲得。その他新卒選手4名が新加入した。この年、 第29節時点で7位につけたが、その後10試合勝利なしで失速、2009年以来の勝ち越しのかかった最終節横浜 FC 戦にも敗れ15位でシーズンを終えた。なお、第19節 G 大阪戦で2度目となるホームゲームの入場者数1万人超えを達成、年間の平均入場者数も4630人となり、前年の動員記録を塗り替えた。 この年は J2 参加14年目となりトスの13年を抜いて J2 最長となった。また J1 ライセンスは前年と同様の理由で交付されず J2 ライセンスのみの交付となった。2014年、柱谷大成4年目、和子直樹が柏へ、橋本孝二が大宮へ完全一席。近藤学とら7人が退団。補強は湘南から馬場賢治。 横浜 FC から中里高広、名古屋から吉田蒔人を、レンタルで、神戸から金星元、新潟から小屋の賢治、川崎から田中雄大を完全遺跡で獲得。その他新卒3名が新加入した。シーズン中にオズマールを獲得した。この年は、前年からさらに年間動員数を増やしたものの、成績面では、 第23節から8試合勝利なしなど勝ち星を伸ばせず、前年と同じ15位に終わった。終始面では、ユニフォームスポンサーの撤退により4期ぶりの赤字となった。またこの年もスタジアム問題を解決できず、J2 ライセンスの交付となった。2015年、柱谷大成5年目、広瀬陸斗が徳島へ完全一席。西岡健太ら8人が退団。補強は、 湘南から岩尾県、宮志号、松本から、パクカンイール、シーズン途中から、新潟の鈴木武蔵などを、レンタルで、山崎高正を完全遺跡で獲得。その他新卒3名が新加入した。5月以降の7試合を2分5敗で順位が、急落、6月6日、第17節北九州戦に敗れ21位の、降格圏に陥ったことにより、翌日柱谷を解任。 後任には、ヘッドコーチの西が、谷隆幸が、暫定監督を経て、正式に就任した。監督交代後もリーグ戦では一度も連勝がなく、勢いが続かなかったことや、序盤の不振の影響もあり、過去最低の19位であったが残留を果たした。天皇杯は3回戦で、鹿島と対戦、互いに無得点で迎えた、PK 戦を3から2で破り公式戦で、 初勝利したが次の4回戦で FC 東京に敗れた。この年、年間観客動員数が10万人の大台を突破したが、例年通りの事情で J2 ライセンスの交付となった。2016年に死が谷大成2年目。田中雄大が神戸、馬場ン治が佐抜へ移籍、鈴木武蔵のレンタル移籍期間満了などで16人の選手が退団。 補強は、岩田から木下隆明、栃木から湯沢洋介、大分から兵道明弘、千葉から佐藤幸、伊藤巻と、金沢から佐藤和弘、名古屋から佐藤和樹、山形から万代広木を完全遺跡で、4年ぶりの復帰になるロメロフランク、ベトナム代表のグエンコンフォン、浦和から斉藤翔太をレンタル遺跡で獲得。その他新卒2名が新加入した。シーズン中には、 ユロモンが新加入し、山口から福井洋治、新潟から平松隆岡山から久保祐一を、レンタル遺跡で加入する一方で、チームトップの9得点を上げていた、三島公平が松本へ完全移籍した。2016年7月16日に行われた第23節、FC、岐阜戦で J2 通算200勝を達成したが最終順位は13位。 天皇杯は1回戦で、埼玉県代表の東京国際大学に勝利したが2回戦で、清水に敗れた。また J リーグライセンスは、例年通りの事情で j にライセンスの交付となった。2017年に死が谷大成3年目。山崎隆正が、レンタル移籍先の JFL、八戸、池谷隼人が、レンタル移籍先の鳥取、兵道明弘が交付へ完全移籍。 久保雄一、ロメロフランクのレンタル遺跡期間満了などで10名が対談した。補強は、山形から林良平、琉球から田中圭太、JFL 会 C 大阪から浜崎拓馬、K リーグ、全北現代から、クオン四人を完全遺跡で、大宮から小島美希とし、松本から前田大子狩り、札幌から昨年福島でプレーしたパウロン、京都から、 昨年 JFLFC 大阪プレーした斎藤隆成をレンタル遺跡で獲得。東海一部、鈴鹿へ、レンタル遺跡していた、住口大政、岡田明久が復帰、斎藤翔太のレンタル遺跡期間が延長され、福井漁師が完全遺跡に移行、ユースから中川洋介が昇格した。また、高知大学から元田達也が入団したが、 今シーズンは S リーグアルビレックス新潟シンガポールへレンタル移籍した。2月16日には2012年から2013年までミトのエースとして活躍した橋本浩二が川崎フロンターレイより復帰することが発表された。シーズン中には熊本から斎藤啓太を完全移籍で岩田から清水高文、鹿島から小泉隼人、 札幌から長坂隼人をレンタル遺跡で獲得する一方で、住口大政が、JFL、東京武蔵野、岡田昭久が、東海一部、鈴鹿へ、育成型レンタル遺跡、万代広樹が、長野、田中啓太が、琉球、伊藤巻人が藤枝へ、レンタル遺跡、クオン四人が契約解除となった。第8節から第20節まで、 クラブ新記録となる13試合連続無敗を記録し、一時期は4位まで浮上したが最終順位は14位。天皇杯は2回戦で、熊本に延長戦の末敗戦。J リーグライセンスは、例年通り、J2 ライセンスの交付となった。シーズン終了後、2年半チームを率いた西が、谷隆幸が退任した。2018年新監督に千葉コーチで、監督代行の経験もある。 長谷部重げとを招聘 MF、橋本浩二 FW、山村むららが、契約満了で退団 GK、笠原昇氏のが大宮へ、MF、内田だ平が徳島へ、MF、佐藤和弘が甲府へ、MF、湯沢洋介が京都へ、FW、林良平が、東京 V へ完全一席。期限付き加入中の DF パウロン、MF、 清水貴文、FW 前田大地りが、期限付き遺跡満了。DF、今瀬八也、GK 石井や、DF、木下隆明が、期限付き遺跡。一方、大宮から GK 松井谷、也、徳島から DF、富田大輔と MF、木村雄二を獲得、MF、田中啓太、DF、伊藤真希と、MF、本田達也が、期限付き遺跡から、復帰。 d f g エゴ、FW、岸本武史流、MF、前博之、FW、ジェフェルソン・バイヤーの、MF、黒川厚が、期限付き加入。GK、長谷川良、MF、平野祐一が新加入し、MF、大原明明が、ユースから昇格。2019シーズンの J リーグライセンスは、ホームスタジアムについて、成績面で、 J1 昇格要件を満たした場合に入場可能人数1万5000人を満たす笠松運動公園陸上競技場にライセンスを充足するための改修工事を実施する前提で J1 ライセンスを申請。これが認められ条件付きながらクラブとして初めて J1 ライセンスが交付されることとなったがシーズン最終順位が10位となったことで J1 昇格のための順位要件を充足できず、スタジアムの短期改修工事を行わないことが確定したことにより、最終的に2019シーズンは J2 ライセンスへ変更となった。2019年開幕3連勝で、第2節には首位に立ち、次節には首位を明け渡したものの、開幕から12戦無敗で、第9節から再び首位となる。 第13節でシーズン初敗戦と同時に、首位陥落した後、1位と2位を推移するが、第18節から4戦勝てず、前半戦終了時点で4位。後半戦も、J1 昇格プレイオフ圏内の6位以上を維持していたが、第34、35節でシーズン初の連敗を、喫しな内に転落、直後に、首位かしわに勝利しごい浮上したものの、 第38節徳島に敗れ8位に交代、第40節に再び4位浮上したが、最終2節で徳島、甲府、そして特失点差で並んでいた山形に総得点の差で、交わされ7位となり、過去最高順位は達成したものの、金差でプレーオフ進出を逃した。2020年後術の新スタジアム建設構想の発表に伴い、2020年度ライセンスから、 適用された、スタジアムの例外規定にの特例の適用申請を行った。これにより、J1 ライセンスが承認され、J1 昇格案件の順位を満たした場合でも、前年までとは異なり、継続して、ケーズ電気スタジアムミトを本拠地として使用することができるとしている。その後、9月の J リーグ理事会において、上記例外規定適用による、通常の J1 ライセンス交付が認められた。 J2 リーグ戦では、山口和馬がリーグ4位の15得点、中山仁志とが同6位の13得点を挙げるなど、優勝した徳島を上回りリーグ最多の68得点を挙げたものの、失点がワースト4位タイの62もあり、複数得点を挙げた試合20に対し、複数失点した試合も21で、前年から順位を落とし9位に終わった。笠松運動公園陸上競技場。 ホームスタジアムは、ミ戸市立競技場。KS スタは2009年に改修されるまでは、収容自民がわずか5000人しかなく照明設備もなかったため、J リーグのホームスタジアム規定を満たせなかったことから、開催基準を満たす、笠松運動公園陸上競技場を長年ホームスタジアムとしていたほか、笠松が2002年の全国高等学校、総合体育大会のメイン会場となり、 改修工事が行われた2000年は、日立中市総合運動公園陸上競技場と、日立市民運動公園陸上競技場の2会場を中心に主催試合を行った。また平日のライターの一部を、林県の栃木県、グリーンスタジアムで開催している。水戸市競技場が2009年まで改修が行われなかったのは、JFL 参入時のクラブと水戸市との圧力に由来する。 1996年に JFL 昇格を決めたプリマハム FC 土浦と合併し、水戸市を本拠地として JFL での活動を目指していた FC 水戸であったが、市の反応は極めて冷ややかであった。当時の水戸市長であった岡田博士は、水戸商業高校の野球部応援団 OB であり、圧倒的な野球派でサッカー嫌いであったが、くしくも当時のクラブ代表であった。 石山徹が同行のサッカー部 OB であったため、水戸市への JFL 誘致をめぐって両者はたちまち、犬猿の中となった。結局双方とも対立したまま歩み寄ることはなく、最終的に水戸市は本拠地とすることを認める代わり、クラブに対し、競技場、練習場の供給を含む一切の資金援助を求めないとする覚書を提出させた。 この確室が長きにわたり、クラブに過婚を残すこととなり、ホーリーホックが J リーグに参入する時も水戸市はこの覚書を盾に、競技場の整備予算を計上せず、笠松など市外のスタジアムの使用を余儀なくされたものである。2007年、老朽化が進んでいた水戸市立競技場をホームスタジアムとするべく改修工事に入る。2009年11月に、 水戸市立競技場の改修工事が進行。命名権により、ケーズ電気スタジアム三戸の名称が与えられ、晴れて水戸市にホームスタジアムを構えることとなり、2009年11月8日のベガルタ仙台線から使用を開始、この年は終盤の3試合を開催、2010年度から正式に本拠地登録を KS スタに変更し、原則として主幹全試合を開催してきた。 なお、KS スタは2009年の改修後も J1 基準の収容人員を満たしていないため、水戸市議会が KS スタの J1 基準への改修工事を行う方針を発表、事業に着手した。当初は2016年の完成を目指していたが、用地取得の問題から2017年時点でも、 本格的な工事着手の目途は立っておらず、2017年3月の水戸市議会で高橋康史三市長が2019年に茨城県で行われる域き茨城梅国体終了後の工事着手を目指す方針であると意向を表明している。一方で2016年度の公認陸上競技場認定の更新に向けた インフィールドの改修工事が先行して行われており、2015年は芝生の入れ替え工事及びそれに付随した養生期間が必要であるため、開幕当初から5月までに予定される5試合を5年ぶりに笠松で開催し、水戸での開催は5月17日の大分戦以後となった。2018年6月29日、クラブは2019年シーズンの J1 クラブライセンス取得に向けた申請書類を提出したことを公表。ミトと22002人収容の笠松の両方をホームスタジアムとして申請し、J1 ライセンスを取得して順位条件を満たして J1 に昇格した場合は、J1 スタジアム基準を充足するように短期での回収を施した上で原則として笠松でホームゲームを行い、 J1 昇格が果たせなかった場合は引き続き、ミトを使用する方針とし、条件付きながら J1 ライセンスを取得することができた。ただし最終的に、成績面で J1 昇格条件を満たせなかったことから、笠松の短期回収を見送ることとなり、J2 ライセンスへの変更が確定した。しかし、そのままケース電気スタジアムのスタンド増設交渉が、 難航し、進展が進んでいないことから、2019年8月26日に、水戸市長、高橋康氏が定例会見で、現在、芝布席となっている、ゴール裏、サイドスタンドを、立ち見席にした上で、収容可能人員を J1 基準まで充足できるようにする方針を固めた、ことを明らかにし、2019年9月水戸市議会で、 基本計画策定用の補正予算案500万円を計上することを提案した。今後2020年度に計画設計をして、2024年度を目ドに完成させたいとしている。水戸市のケース電気スタジアム改修動きとは別に、クラブは2019年11月22日に記者会見を開き、クラブ島へのスタジアム及びアカデミー拠点を整備する方針を明らかにした。 共に、水戸市内の鉄道駅あるいはインターチェンジ近くに立地させることを念頭に複数の候補地を検討しているという。スタジアムは、収容人員が J1 基準を満たす1万5000人から2万人規模の球技専用スタジアムを想定しており、総工費は100億円を見込んでいる。民設民営方式による整備を想定し、資金調達についてはすでに、 県外の複数企業から何十億、何百億という話が来ている都市、設計志向、ファイナンスなど賛同してくれる企業が集まっていることも明かしており、クラブ創設30周年となる2024年完成を目指すという。一方でこのクラブの動きに対し、水戸市は今回のクラブのスタジアム新設構想の推移を見守るとして、ケーズ電気スタジアムの J1 基準化工事の設計、 着工時期の見直しを示唆している。なお上日の通り、2020年7月に提出した2021年度ライセンスでは、上記新スタジアム建設計画を踏まえた特例適用を申請しており、2020年の J2 で J1 昇格案件を満たす順位をクリアし、かつ J1 ライセンスを承認された場合でも継続して、ケーズ電気スタジアムを使用できるようになる予定である。 スタジアム DJ は、日立市のケーブルテレビ、ジャウェイの寺田忍が担当している。寺田は、ホームゲームの進行役は、もちろんのこと、アウェイの試合にもサポーターの一員として、たびたび自主参加し、試合開始前には、アウェイ側サポーター席で、トラメが片手にホームゲーム同様の選手紹介を、行っている。またスタジアムの場内演出は、 茨城大学の学生によるボランティアで運営されており、寺田の DJ 活動も2003年の同大在学時からの無報酬ボランティアである。スタジアムの飲食売店は、お好み焼きやカレーライスなどの定番メニューから、ミト納豆を使用した粘り丼や B 級グルメ、ミトワングランプリを受賞したチャーシューバーガーなど地域食を活かしたメニューまで、豊富に揃っている。 しかし2009年に食中毒事件が起こり、一時はすべての飲食売店に営業停止命令が出された。ほどなく原因となった食品が特定され、該当店舗の出店禁止処分とともに売店営業が再開された。2018年以降、練習は白里町の複合施設、白里町七階町面センターを使用している。2017年までは、 中川の河川敷に整備されたチーム専用グラウンドであるホーリーピッチのほか、水戸市立サッカーラグビー場など水戸市近郊のグラウンドを利用していた。J リーグでは J1 ライセンスの発給条件の一つとしてクラブハウスに隣接したフルサイズの天然芝グラウンドが常時利用可能であることを求めているがホーリーピッチツインフィールドとも近接地にクラブハウスを 儲けるのが困難であった。この球場を見た水戸市に隣接する白里町が2015年3月に廃校となった旧白里町立7階中学校の校舎及びグラウンドを活用する案をクラブに打診。水戸市内からやや遠いという難点はあるものの校舎が1997年建設と比較的新しいことや天然芝グラウンド2名を確保できる敷地の広さ、また 町民の多くからも賛同を得られていることなどから、クラブも練習場の移転を前向きに検討し、2016年7月には、クラブ側が最低10年間施設をクラブハウス及び練習場として使用する胸の協定書を締結。同年シーズンオフには、旧7回中で感謝イベントを開催した。白里町ではこれを受け、2016年末から順次、 施設改修工事を開始。町役場支所、公民館の機能を合わせ持った施設として整備を行った。工事完成間際には追加工事分を加えた変更契約議決が否決されるなどの右与曲折もあったが、最終的に変更契約議案も可決され、2018年1月に施設が完成した。将来的には近隣の公営住宅を活用し、 現在、水戸市内にある、選手寮を移転させる案も出ている。前日の通り、ホーリーホックは、JFL 参入時の水戸市との圧力により、地元自治体の支援を受けられず、また支持されてもいないという理由から、スポンサーの獲得も難しく、不安定な経営基盤まま出発を余儀なくされた。ホーリーホックが、地域密着を謳う、J リーグクラブとなっても引き続き市からの財政支援は、 なく、また水戸から遠く離れた場所で試合が行われていた、ことから地元水戸市民の関心、認知度は極度に低迷し、観客動員、チーム成績、クラブ予算のあらゆる面で、J リーグ最低規模での運営が続いた。しかし2003年4月に、加藤孝一が新市長に就任したのを機に、市の対応にも変化が生じる。ホーリーピッチの整備や、KS スタの改修工事など市側が、 ホーリーホックを念頭に置いた環境整備を行うようになり、2009年の本拠地移転後は観客動員も徐々に増加の兆しを見せていた。しかし、2010年はスポンサーの撤退などにより資金難となった。前述の確約により、市の資金援助も得られず、2011年1月に公式試合安定開催基金から3000万円を借り入れる事態となった。 追い打ちをかけるように同年3月に東日本大震災により被災。一気にクラブ存続の窮地に追い込まれる中、同年5月にクラブへの積極支援を表明していた高橋康氏が新市長に就任。これにより双方の関係は劇的に改善し、水戸市は震災で視聴者が全開し、仮設庁舎での業務を余儀なくされている中にあって、同年12月に クラブへの出資をかけず、ここに至って15年にも及んだ、ミトシとの確執はついに解消され、覚書については、両者同意のもと無効化された。なお現在は、KS スタの J1 ライセンス獲得に向けた、増積回収が新たな問題として浮上しており、行政のみならず市民の総意に訴える活動を、目指すとしている。ホームタウンはもともと、ミトシのみであったが、 2002年に周辺の日立中市、中市、笠間市、尾み玉市、茨城町、大洗町、白里町、東海村の8市町村を加えた、ミトホーリーホックホームタウン推進協議会が発足した。以後毎年ホームゲーム開催時に市町村の日を設け、住民の無料招待や地域の紹介展示、特産品の抽選配布など、 準ホームタウンとしての地域提携が行われている。また2012年に本協議会のご市長がクラブへの出資を表明していることが明らかになった。8市町村は2017年11月21日に正式にホームタウンとして承認されている。2014年、2019年の袖にはそれぞれ記念度5マークがついた。2020年2月10日。 e スポーツチーム設立を発表し、合わせて所属選手の募集を開始。茨城県内の在住、または在勤、在学者を対象に2名採用する。J2 参入初年の2000年は、笠松運動公園陸上競技場が改修工事中であったため、日立中市総合運動公園陸上競技場と、日立市民運動公園陸上競技場の2会場を、 中心に主催試合を行った。そのうち、より規模の小さい日立では9試合が行われたが、その中に、浦和戦のホームゲームに試合が含まれ、交渉収容人数8464人の、スタンドは、浦和サポーターを中心に超満員となったが、ピッチ状態の悪さなどに批判が集まった。その後、日立での試合開催は2007年の1試合まで行われなかった。 また、警備費用の負担という名目でミトは、浦和戦のみ、各席種のチケット販売価格に通常から200円、上乗せしたが、対戦相手によってチケット価格を変えるのは、当時の J リーグでは珍しかった。2003年に監督に就任した、前田秀樹は、資金面、戦力面でたクラブに劣るミトで対等な勝負を、するために、徹底した。 選手防衛によるリアクションサッカーを導入した。DF やサイドどころか中盤、前線に至るまでほぼ全員が自陣深くに引き、攻撃はカウンター一筋で決して自分たちからは攻め上がらず、難点のビハインドを背負おうと決して前の人数を増やさずに守り続けるという極端なまでの守備戦術である。この戦術は、 ポゼッションを半ば放棄しているため、相手の波状攻撃に耐えきれずに大量失点を喫することもあったが、その分カウンターがうまくはまった時は解消することも多く、特に攻撃的な戦術を組む上位クラブに対しては、守り切られて、カウンターだけで負けかねない、侮れないチームという意識を植え付けることになった。また、上位だけでなく、 ミト以降に J リーグに加入したカイクラブにも徹底して、引いたため、横浜 FC 相手にリトリートするチームがあるとは、思わなかった。先制して、ミトが前に出てきたら、仕掛けようと思ったら、出てこなかったなど、しばしば相手の選手や監督を驚かせた。こうした、ミトの、長守備戦術はいつしかイタリアの、カテナチオになぞらえ、一部サポーターから、ミトナチオと呼ばれるようになった。 元はインターネットのサッカーコミュニティから生まれたスラングであったが徐々にサッカーファンの間で浸透しやがてマスコミでもミトを説明する言葉としてしばしば用いられるようになった前田監督の最終年である2007年以降ミトはポゼッションを高める攻撃的サッカーに方針を転換したが今なおミトナチオはミトを象徴する代名詞となっているミトサポーターは ホームゲームの勝利後に全員でラインダンスをするほか、一部選手、クラブ社長、ホーリー君を交えての万歳参照、アウェーゲームのゴール裏で、屋台やゲームなどの夏祭りを開催する、能量館祭り、前田秀樹監督を盛大に称える、前田祭り、山形とのゲームで必ず行われる、コール合戦など、独特のイベントを多数開催している。 これらは基本的にクラブはノータッチ、完全にサポーター主導で行われており、特に冠祭りは J リーグの記載としてたクラブサポーターも多数参加する。詳細は農業冠祭りを参照。2008年から新日本プロレスとのコラボ企画を行っている。二月十四日に日立中市松戸体育館で行われた新日本プロレス日立中大会において、 ホーリー君やチアリーダーが登場するなどして盛り上げた。6月13日の突戦には、6月15日の水戸市民体育館で行われる新日本プロレス。水戸大会の宣伝も兼ねて、サッカー経験者である、長野正弘の始球式参加や、IAM、諸のシートを限定販売を行った。ホームタウン推進協議会に属する大洗町が、舞台のテレビアニメ、 ガールズパンツァーが2012年に放映されて人気を博したが、視聴したクラブ社長が主人公が所属する学校の立場に共感。制作会社であるバンダイビジュアルとの交渉で2013年11月10日、第40節東京 V 線でコラボ企画を実施。2014年には同社とスポンサー契約を締結、開幕前には 合同記者会見が開かれ、以降関連グッズの販売や、コラボイベントなどが活発に行われている。J リーグ加盟初年から、長らく集客歴戦が続き、特に2005年から2009年まで5年連続で、動員数リーグ再開を記録するなど、2010年までの年会観客動員数は、リーグ界2位内が定位値であった。なお2000年、2004年の動員再開はそれぞれ交付。 トスであったが、双方とも、当時クラブの存続危機に立たされていた。2010年に再開だった岐阜は、ホームスタジアム、長良川競技場が、改修工事のためわずか3試合しか使用できず、その他のホームゲームを、収容人数3000人台の長良川球技メドウで、行ったためである。2010年には、10月31日のカシュア戦で、 ワースト脱出。1万人チャレンジ、デート銘打ったキャンペーンを実施、チケット価格を値下げするなどして、初めて観客1万人を達成した。この模様は、NHK のバラエティ番組、金ちゃんのワースト脱出大作戦でも取り上げられた。2011年は、東日本大震災で被災し、KS スタの修理のため19試合のホームゲームの、 無事実に12試合もの間7000席分のメインスタンドを使用できなかったにもかかわらず、年間動員数は20クラブ中18位となり、初めてワースト2位の壁を越えた。翌2012年以降から年々動員数を伸ばし続けており、近年は改善傾向が見られる。ミトホーリーホックの決算は次の通り。出展、各年度の J クラブ決算一覧。二千五 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 出展、各年度の J クラブ決算一覧。2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 出展、各年度の J クラブ決算一覧。2016出展、各年度の J クラブ決算一覧。2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011,2012,2013,2014,2015,2016、フットボールクラブ、ミトホーリーホックに関するカテゴリー。ありがとうございます。